こんにちは。今日もフィリピンパラワン島の自宅のこの東屋久保からお送りしています。相変わらずたくさんのご質問いただいてまして、で、同じようなねご質問がこれ重なってることがありまして、この今のね渡航制限とかが終わってから、パラワン島にね移住してくる場合の具体的な順序をどうすればいいのかというのを教えてほしいという、まあ、具体例というかね、そういうご質問のメールを何名かの方からいただいてまして、これパラワン島だけに関わらず、まあ、他の場所に移住って考えている方もいらっしゃると思うんで、ちょっとお話ししたいと思います。とりあえずね、フィリピンのどこでもですね、これマニラを含めてどこででも、まあ、移住考えてる方って、まあ、とりあえず来てみるってことを他の動画でも言ってますけれども、まず移住っていうのを前提で来る場合でも、日本側のいろいろな手続きっていうのをまずね何もせずにね来てしまうっていうのをお勧めします。本当に旅行の感覚で来てしまうってことですよね。でこれ僕は今パラワン島にいるんで、パラワン島のことに特化して言いますけれども、とりあえずこちらに着く、まあ、マニラ経由あるいはセブ経由でパラワン島に入る、プエルトプリンセサですね、そこに入ってきたら、まず安いホテルに泊まってみて、ちょっと雰囲気を探りつつアパートを探すっていうのをおすすめします。街中のホテルでもエアコンなしのところでしたら、ちゃんと自分でね一部屋使えるところ、バックパッカーズが泊まるような二段ベッドがあるようなところではなくて、ちゃんと個室のホテルでもエアコンなしだったら1000ペソ以下でね快適なホテルがあります。それアゴダですとかそういうブッキングサイトにたくさん出ていますんで、でエアコン付きのねちゃんとしたところでも1500ペソぐらいからありますんで、まあ、例えば1000ペソのところでね1週間泊まってたとしても7000ペソですよね。まあ、その間にちょっと状況を探ってアパートを見て、そのアパートの周りの状況なんかも見て、ちょっとねこの島の雰囲気を分かっていただくっていうのが先だと思います。でホテルに、まあ、例えばね3泊4泊あるいは1週間して、あここがいいなと思って、まあじゃあ住んでみようかなと思ったら、次にねアパートをね借りるのをねおすすめします。この前何日か前の動画で僕の友達の福田さんのねアパートを紹介しましたけれども、1万5000ペソですね、ワンルームの部屋ですけど、で家具、基本的な家具、エアコンですとかベッド、冷蔵庫、テレビとかそういう大きいものがついて、で Wi-Fi の使用料も込みで1万5000ペソってことです。だいぶ値下げしてくれたんですけどね、多分ねデポジットは2ヶ月分というふうになると思います。でこれ他の街中の一般の人がね住むようなアパートだとねもっと安くあります。デポジットも1ヶ月でいいと思いますし、多分家具なしだとね7000ペソぐらいから、僕が前パラワンに来てすぐに借りてたアパートが家具なしだと7000ペソ、家具付きで1万ペソっていうところだったんですね。でそこもエアコン、ベッド、まあ、ちっちゃなテレビ、冷蔵庫ですとかそういうのがついてて1万ペソで住んでました。広さがね 1DK って感じ、ワンベッドルームでね、まあ、全体の広さがね多分26平米ぐらいしかなかった、本当ミニマムですね。ベッドルームもダイニングルームも、まあでもね家具付きで家賃1万ペソで住めたんでよかったんですけれども、これやっぱりね一般の何ていうのかな、ごく普通のアパートだったんで騒音でねちょっとギブアップしちゃったんですね。隣の建物の人が、まあ、トライシクルドライバーだったんですけども、朝の6時あるいは6時前からエンジンをかける音ですとか話し声、あるいは昼間でもね子供たちが走り回る声ですとか、まあ、そのね騒音でちょっとギブアップしちゃったのかな。まあ家具付きでね小さいアパートでしたら1万ペソぐらい、もちろん Wi-Fi はないですけれど、でありますけれど、まあね福田さんのところがちょっと高めっていうのは新築で、しかもああいう分譲地内ですよね。でセキュリティもあるっていうことで、まあな快適さと安全は金で買うっていうことですかね。で福田さんのところもね動画でご紹介してから
かなりのお問い合わせいただきまして、でこれ2名の方からね、もうね、来年のいついつからもう移住するつもりなんで、今から予約金を送りたいっていうこともいただいたんですけれども、それ福田さんに聞いたら、やっぱりね、お金預かるのも嫌だし、またね、返金するようになったりして、それも大変だということなんで、ちょっとね、福田さんのアパートに関してはお待ちください。この渡航の制限が終わってから、改めてこのアナウンスしますんで、そこはちょっとね、お待ちください。で、今アパートのところまで来ましたよね。パラワン島に入り、ホテルに何泊かし、その間にアパートを探してアパートを借りてみるってことですね。で、実際にこのホテルでなくてアパートってところに住むと、もうもちろんね、食事なんかも自分で作ったりとか、そういうふうになってくると思います。で、本当のね、このプエルトプリンセサ、パラワン島プエルトプリンセサでの生活っていうのが徐々にわかると思います。スーパーマーケット行ったり、ローカルマーケットに行ってね、食材を買いに行ったりとか、そうやってここの島での、町での暮らしっていうのが分かってくると思います。そうすると、日本に残してきたあれを持ってきたい、これを持ってきたいっていうのが出てくると思うんですね。で、一度日本にお帰りになって、必要なものを送るなり、手持ちで来るなりってすると同時に、今度はですね、いろいろ手続きってありますよね。例えば、年金のことですとか、保険のことですとか、自分の住所どうするかとか、いろいろ出てくると思いますけれども、年金は年金事務所に行って手続きをすれば、このフィリピンに口座を作れば、その口座に送ってもらうってことができますんで、主だった銀行はね、できます。あと保険のことなんかもね、これ他の方もいろいろこうフィリピンに移住してのこともアップしてると思いますけれども、旅行保険っていうのもありますし、あるいは日本にはそのまま住所を残しておいて、兄弟の方ですとかね、親戚のところとかに、住所を移すってことでもいいですし、住所を残しておいて国民健康保険の、その掛け金を払えなきゃいけないですけどね、国民健康保険を生かしておくっていう手も使えますね。で、こちらの、大きな病院なんかにかかった場合、領収書を和訳して保険事務所に持っていけば、これ保険のね、適用になりますんで、かなりの額が出ます。そういうふうにして、とりあえずね、住所残しておく。で、住所残しておくとね、この年金をの支給を受けてるって方の雇用保険とか、そういうのも引かれますけれども、ただ所得がないんで、国民健康保険の保険料ってすごく安いと思うんですね。ですから雇用保険を引かれたとしても、多分ね、旅行保険よりは安いかなとは思うんです、金額的には。ただ旅行保険のいいところっていうのは、もう各社ね、いろんな会社が旅行保険を扱ってるんで、病院に行った時にね、こういう保険に入ってるって言えば、その保険屋がね、その金銭のやり取りですとか、そういうことを病院と直接やり取りをしてくれるだとか、そういうサービスがね、付帯している保険なんかもありますんで、それもご自分で比べてください。ネットで検索すればね、いくらでも調べられると思いますんで。ただ旅行の保険の場合は、年齢が上がるにつれて保険料がどん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 高くなりますんで、私のおすすめはそれ、日本に住所残してね、ここを生かしていくのがいいんじゃないかななんて思いますけれど。で、移住の準備、順序なんていうふうにタイトルで出てましたけれども、順序としてはね、そんなところですけど、準備としてはこれ他の動画でも言ってますけど、なるべく、まだこの渡航の制限って解けないんで、この間だけでもね、ちょっと言葉の勉強をするですとか、あるいはね、簡単な挨拶でもいいんでね、タガログ語の勉強をちょっとするとかで、本当に一般のね、こうアパートですとか、そういうところに住む場合っていうのは、近所の方と付き合えた方がやっぱり楽しいんですよね。英語でも十分です。英語ねは理解してはくれるんで、できないよりできた方がいい。この前の動画でも言ってましたけど、やらないよりやった方がいいってことですよね。時間ありますから、今。で、あとね、今僕はパラワン島にいるわけですが、前はね、マニラにも住んでました。で、マニラと比べてね、こういう田舎に来るとね、いろいろ不便なこともあります。なんていうのかな。
いろんなところで出てくるんですよ。もう日本での快適な生活、その日本のスタンダードっていうのをこっちに持ってくるとね、嫌になることっていうのたくさん出てくると思います。例えばまず一つね、ここ、ゴミ収集ですけれども、週に1度か2度、多い時は3度、ゴミの収集に来てくれます。大型のトラックでね、クラクションを鳴らしながら来るんですけど、それが何曜日に来るか何時に来るか全く決まってないんですね。で、来ない時にはね、週に1度ぐらいしか来ないのかな。もしかしたらその来た時に僕らがうちにいなくてゴミが出せなかったってことかもしれないですけど、うちの前に出しておくと持ってってくれるんですね。それがいつ来るかがわからないということが一つ。あとはね、郵便ですね。これマニラの場合、例えばコンドミニアムに住んでると、大体下のねセキュリティなんかがそういう郵便預かってて、渡してくれる。僕がマニラにいた時もそうでしたけれども、ここの場合ね、郵便の配達来るんですけれども、配達してくる人にね、来たらね、ありがとうってね、もういくらでもいいんです。50ペソでも20ペソでもいいから、チップを渡さないと次なかなか持ってこないなんていうね、ちょっととんでもない話なんですけれども、そんなこともあります。あとは、マニラと比べてね、停電も多いです。はい、ただそれほど長時間はしないですけれども、1時間ぐらいの停電っていうのは、ない時は本当に1ヶ月もないんですけど、平均するとそうだな、月に2回3回はそういうことがありますね。あと水ですね。特にね、夏の間、3月4月の間で雨が降らないなんていう時になると、水がね、本当に朝皆さん水使う時になるとね、ちょろちょろしか出ない、あるいは全く出なくなる、なんで昼まで出なかったなんてこともありました。今年は全然なかったですけどね。まあこれね、例えばマニラのコンドミニアムに住んでる場合だったら、一番上に大きな水タンクがあるでね、そこに溜めてるんで、断水したとしてもそこの水がなくなるまでは使えるわけですよね。そこら辺ね、不便といえば不便ですね。ただもう僕ら慣れちゃいましたけど、あ、そういえばさっき言ってたの、福田さんのアパートの3階の上に水タンクがあったから、水の心配はないのかな。まあそうやってね、不便なとこありますね。今言ったのでも、ゴミ収集に郵便の配達、それから停電の多さ、あと水が出なくなると、季節によってですね、そういうね、不便なことがいろいろあるんですけれど、そういうことを差し引いても、僕はその街中よりこっちの方が快適に感じてます今は。その一つにね、なんていうのかな、夜遊びに飽きちゃったってところも多いのかもしれないな。もちろんね、このプエルトプリンセスでも夜遊びする場所はあります。他のフィリピンのね、田舎の場所でもいろいろ夜遊びの場所はありますけれども、ただね、遊ぶんだったらやっぱりマニラが一番なんで、フィリピン中からね、そうやって外人のお金を目当てにしてる子が集まってきてるんで、遊び場も多いっていうことですよね。全てをさっぴいてしまっても、もうなんかこの地を動く気はしないって感じで僕はいます。ただ僕にはここが合うということなんで、本当にね、フィリピンに移住を考えている方って、パラワン島に来るにしても、ここでね、1ヶ月2ヶ月いて、他にここも見ようかなって、こうやって見て歩くっていうのがいいと思います。いきなりね、日本何もかも処分して、家財道具も処分してね、必要なもんだけダーンと送る、あるいは持ってくる、さあ移住だって来て失敗して帰るというのも見たくないですしね。軽い気持ちで始めてください。今日はね、この移住の準備順序、主にね、この順序の話しましたけれども、不便なところね、本当に多いですからね。田舎に来ると、例えば日本に行きたいって場合でも、この乗り継ぎじゃなきゃ帰れないとかね。僕らね、もう帰るっていう言葉は当てはまらないんですけどね、日本旅行って感じですけど、住めば都ってね、もう日本人言いますけど、住めば都、天国今僕はここ天国になってますけれど、ちょっとね、こんな移住の準備順序のお話を今日しました。
いつね、渡航の制限が解けるか分かりませんが、今できることから少しずつ準備してっていうことがね、いいと思います。あとは、他の動画でも言ってますけれども、いきなり移住って大きく考えないで、旅行としてね、できれば、僕が思うにはね、いろんなところをこう見てきて、最後にパラワンに来てほしいなと思うんですね。いいとこです。僕にとってはね。今日こんな話をしました。今日はこの辺で失礼します。